は赤古坪井です。2023年の3月と4月のコリオを今日は一緒に楽しんでいきましょう。1番目の動きです。チョキです。1,2,3,4で止まって内くるぶしを触って戻す。キックをして戻します。1,2,3,4,5,6,7,8 です。2番目の動きはサイドステップです。1つサイドステップをしたらバックへ、1つサイドステップをしたらバックへ。次は2つです。1,2,3,4 ですね。1つサイドステップをしたらバックタッチ、1つサイドステップをしたらバックタッチ。さあ、この2歩行くのをグレープバインにしてみました。1,2,3,4,5,6,7,8 2,2,3,4,5,6,7,8 で、リードチェンジができますね。1と2を続けてみますね。3番の動きです。マンボーステップなんですが、ロッキングマンボーですね。その中でシックスマンボーの中のクロスマンボーというのを使います。1つ目のロッキングをクロスにします。1,2,3,4,5,6 でおしまい。もう一回こっちの足からクロスしていきますね。1,2,3,4,5,6 でおしまい。さあ、おしまいの2つをけんけんつけていきます。その時に横向きでけんけんしていきます。じゃあいきますね。こちらいきます。1,2,3,4,5,6
切ってみましょう。今度こっちの足からいきます。1、2、3、4、5、6、次のつなぎがあるのでここで一回お休みを入れた方が喋るときも喋りやすいと思いますよ。簡単ニースイング、もしくはレッグスイング、1と1と2です。1回目2回目3回目、はい、1つ2つ、はい、 OK。今度は反対の足からいきますよ。せーの、1、2、3、4、5、点検した方の足から、ほい、そしてこの足を1回2回3回目でスイッシュです。チョキ、止め、くるぶしでキックです。サイドステップ1、サイドステップ1、2つグレープバイン、はい、通り越してクロスマンボー、6で点検した足から2回、スイッシュ、最初から1、2、3、4つ目止めて、動いた方、1、バックタッチ、2、バックタッチ、グレープワインです。はあ、これがクロスマンボー、1、2、3、4、5、6、7、8。
でしたか？1月2月がやっぱりあの新年だったのでシンプルでやりましたので、3月4月は少しコリオで遊んでみました。